まあ、普段、基本的な部分、普段っつったら変ですね。一番初歩的な部分なんかでよく出てくる、うさぎさんと、プラスアルファというところですね。行ってみたいと思うんですがね。普通はうさぎさんということで、それはそれで、すでにアップしてますが、うさぎさん、人参を足してみたいと思うんですね。なので、普通に、まずは、一番基本のうさぎさん、四つ足の基本ですね、からいきます。で、入れるものは空気ですよね。入れるものは、じゃなくて、入れた、こんくらい。多分、これ、6センチですね。で、普通に結びます。ですね。それで、まあ、あんまり長くない方がいいですね、ここはね、うさぎさん。これで、5センチ。これで耳、ここが長くとった方がいいですね。で、いくつでしょうね。13。それで、前足。あんまり短くてもね、ダメなんで。これぐらいかな。耳と同じぐらいですね。耳よりちょっと短く。11センチ。大変失礼しました。首はですね、まん丸く切った方がいいですね。首まん丸。3.5センチ。それで、11でしたっけね。はい、11センチ。ということですね。それで、背中がこんな風になってこう入りますんで、こういうことで、この長さということで、こういうちょっと丸くなった方がいいですね。それでですね、これで、足としてこうひねってもいいんですが、今回ひねらないで丸くしていきます。で、尻尾だけを取ります。尻尾ここで丸く。これで、丸めて、それで、うさぎさんの、まあ普通にこれで完成ですよね。で、これに、ですね、ここに、人参を、つけたいと思います。このとこにですね。それで、人参なんですが、まあ、ここ、先っちょ使ってもいいんですが、ここに下にはめちゃうんでね、どうせ隠れちゃうということで、まあ、いいかと、ということでですね、どれぐらい、あんまりでかい人参も変ですよね、こういう形でですね、ちょっと抜きすぎちゃいましたね。ですね。まあ好みでやってください。これでいくつだ、9センチ、9センチで結んでですね、ちょっとね、こういう形がいいですよね。で、ここも結んでいただいて、まあ、切っちゃって結んでもいいですね。よっ。で、結んで、それでですね、これをこう挟んでもいいんですが、ここをですね、ちょっとこういうふうにしてですね、
使うようにということで、まあ一応人参のこちょっとねこっちが太大小はこういうふうにしといて、それで葉っぱをつけたいんですね。でクリップ端で十分ですね。こういうのがあれば160で作った方がいいんですが、まあ全部260でという条件でちょっと作りたいですね。ちょっとだけであれば大丈夫です。結んでいただいて、ですね、あんまり作ってもしょうがないんで小さい小さいね。1、2、2と、はい、3つも、あちょっと大きいですね。3つあればいいでしょう。こっちを先に結んじゃいましょう。抜いて、それで3つをピンチの状態にしてですね、こういう感じですね。でこれをはめましょう。ここにね、どっちだっけ、あこっちです、ね、この上の方に今のを結びます。まあいろんなやり方がありますわねってことですね。はい、それで余りは切ってしまいましょう。ということで形を整えて、まあ人参、あ人参ということでですね、この先っちょもいらないんで切っちゃいますね。さて最後に止めるときなんですが、ここにまたちっちゃいですね、こういうのを作って、いいよ、こういう感じですね。でなるべく下を細くしてこういうのを作ってですね、これは見えないよ、ここに埋め込みます。足のここですね、よっ、それでこれを中に入れます。ということで、ちょっとこれでお座りするか、まあ、ちゃんと座りますね。はい、ということで、人参を持ったうさぎさんの完成ということでですね、風船愛好会でした。またお会いしましょう。